はい、こんにちは。今日は小岩井さんのですね、無添加野菜ジュース32種類、野菜果実ブレンドジュースの動画レポートです。小岩井さんブランドなんですけれども、製造元はキリンさんになるんですね。ちょっと知らなかったんですけれども、いつも何でしたっけ、コーヒー牛乳、小岩井さんのコーヒー牛乳はよく飲んでいたんですが、野菜ジュースはそうですね、初めてということになります。中身の方なんですけれども、まずそうですね、分類の方は野菜が 51% で、果汁果物系が 49% ということで、100% なんていうんですかね、有機物ということなんでしょうか。こちらの方が原材料名の方になります。基本的には人参ミックスジュースになってますね。あとは一応ずらずらっといっぱい書いてあるんですけれども、ネギまで入ってるんですね。インゲン、レタス、すごいですね。その他、こちらの方はカロリーの方ですね。100g あたり、すいません、噛んでしまいました。100g あたり40キロカロリーということになる様子です。はい、そういたしましたら、どんな味がするのか、いただいてみたいと思います。人参ベースということなんでしょうか。ものすごい人参の色してるんですけれども、なんかすごい、なんか細かい微粒子がですよね、なんかシュワ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 という感じでなってたんですけれども、いわゆる果汁か何か野菜の物質かなんかなんでしょうか。色的には思いっきり人参っていう感じですよね。それではちょっといただいてみたいと思います。もうすごいあっさりした人参のベースの味なんですけれども、その後でトマトとかリンゴとか、の味付けというか、そうですね、後味すごくさっぱりした感じと飲みやすい感じです。個人的にはそうですね、美味しいですね。もう一回飲んでみます。はい、美味しいですね。人参、すごくその爽やかな人参の喉越しで、ごくっといただくと喉越しはリンゴとトマトと、あとはほんのりキャベツかな、甘みが、キャベツの甘みみたいな感じもするんですけれども、ベースは人参、トマト、リンゴですよね。リンゴ入ってるんかな、入ってなかったら大笑いなんですが、入ってないっぽいですね。かぼちゃ、レッドキャベツ、ほうれん草、白菜、アシタバ、小松菜、チェリー、あれ、トマトも入ってない、ブドウ、セロリ、パセリ、赤ピーマン、キャベツ、ブロッコリー、うわ、リンゴとトマトなんか入ってない。すいません、でもトマトみたいな味とリンゴの喉越しがするんですよ。思いっきり嘘ついてましたね。ちょっともう一回飲んでみますね。よう分かれ、やっぱりトマト的なリンゴ的な味がしますね。
人参、人参、最初人参ですよね、人参、その後トマトリンゴみたいな味がするんですよ。だけどトマトリンゴ入ってないっていうことなんで、すいません嘘ついてました。でもとても美味しいです、個人的にはなんですけれども、ただ体に良さそうなので、そうですね、1日1つは飲んでみたいジュースのうちの一つでしょうか。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。